はいこんにちは中学受験桜らチャンネルの竹原直樹です今日偏差値65への算数仕事算のね、えー、まあ、ちょっと複雑かなっていうのやってみましょうこの中学受験桜らチャンネルは中学受験の全教科全科目全単元をいつでもどこでも何度でもコンセプトに作っているチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップもお願いしますでは早速やってみましょう ラサール中学校の問題ですある仕事をするのに A グループ A 人の生徒が60分働いて全体の2分の1を終え続いて B グループの B 人の生徒が24分働いて全体の7分の1を終え残りを AB グループ全員の48人で働いたので残りは分で仕上げられました生徒1人当たりの1分間の仕事の量は等しいものとします。 さあ、えー、もう一回読んでみましょうあるる。仕事をする A グループの A 人の生徒が60分働いて全体の2分の1を終えることができた続いて B グループ B 人の生徒が24分働いて全体の7分の1を終えることができた AB グループ全員の48人で働いたら残りは C 分で仕上がった 生徒1人当たりの部1分間の仕事の量は等しい。ね。全員1分あたり同じ仕事ができるということです。さあ、この時 A 対 B の比を簡単な整数の比で表すと、四角対四角になると。さあ、じゃあちょっとやってみましょう。さあ、A 人の生徒が60分働いたら、え全員、えっと、2分の1を割る。ね。生徒1人。ね。 が。一分間に。一働くとします。そうすると。A 人では一分間で A 働きますよね。一かける A ニーズンと同じですよ。それが六十分かける六十。これが全体の二分の一なわけです。 ってことは、もうこれで全部いこうと思ったら、a×60×2 ですよ。2倍すればいいでしょ。a×60 の仕事で2分の1終わっちゃうんだから、a×60×2 の 120×a が仕事の全体ですよ。a 人で120分やれば終わるんです。で、そして、 B グループは B 人の生徒が24分働いて7分の1終わったわけです。B グループは B 人で1分あたり B の仕事ができますよね。1人1分で1働いたら B 人では B×1 の B 働いて、それが24分働いた。これが全体の7分の1なわけです。そうだとするとこの B×24× これを7倍すれば仕事全体が終わっちゃうことになるね。そうすると B×24×7 というのは4728、2 7 1十 168×A。あ、ごめんなさい。B。ね、B、B 人の人たちで168分、えー、やれば終わるわけです。で、この時にどちらも仕事の全体でこれ等しいはずですよね。そうだとすると 120×A と 168×B は等しいわけです。これどちらも仕事の全体 A だけだったら120分で終わるし B, B グループの B 人だけでやったら1 6 8分で終わるわけですただ A 対 B はこれ168対120ですよね 120×168×120 120等しいでしょだから A 対 B は168対120 えっと12で割ればいいかな14対10さあさらに2で割って7対5だから A 組と B 組の人数の比は7対5なんですよ。ねじゃあその次 C の値を求めなさいねじゃあ48人で働いたので残りは C 分で仕上げられました。 C の値は四角であるこれはね A 人の生徒が60分働いて全体の120を得たで A 人が、ね、7の仕事をする1分で7の仕事をするとします B 組の B 人が1分で 5の仕事をするとしますね。たらここに7を入れていくと7かける60は420の仕事ですができます。でこれで2分の1なわけですから仕事の全体は420かける2の840とおきますね。で B 組は ね A、B 人で5の仕事が終わるとすると24分ですからの120の仕事です、ね、で今仕事全体840、ね、そして420終わってますから残りの仕事は840引く420の420残ってます。 そのうち百二十終わったわけです。ね。だからさらに残りは四百二十引く百二十の三百ですね。さあこの三百の仕事をね全員でやったわけですから、A, A グループ A 人全員の仕事は一分で七、B グループ B 人の仕事は一分で五ですから、三百を全員の七足す五で割ると三百割。る 1>, 12 1分あたり12の仕事をするわけですから割ると25分25分で、えー、残りは終わるんだということになるわけだね。いいなと思ったらチャンンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。